い、どうも、タカチャンネルのタカでございます。皆さんお元気してましたでしょうか？本日もですね、新しいガジェットをご紹介したいと思います。僕のチャンネルでは、ちょっと新しいガジェットとかのバッグをですね、クラウドファンディングを中心にご紹介させていただいているチャンネルの次第です。このようにですね、再生リストとかもまとめてあるので、ぜひですね、気になった方は、チャンネル登録と、再生をよろしくお願いいたします。で、今回はですね、ちょっとね、クラウドファンディングとはまた違うんですが、新しいガジェットという形で紹介させていただこうかなと思います。来るかな？来るな。はい、来ました。はい、こちらです。はい、このマーク、この爆発マークといえば、そう、あれです。ちょっとですね、僕の場合ですね、競争に負けてしまったので、ちょっと遅かったんですけど、ついに発売されたですね、iPad Pro 12.9 インチが、僕の手元に届きました。今回の iPad に関しましては、M1 チップ搭載の新型 iPad Pro になっておりまして、僕の家にはですね、常に、もう iPad Pro 11インチ、が、ここにですね、あるんですが、今回ですね、購入迷ったんですけども、CPU 性能が 50% にアップしたりとかですね、グラフィック性能がですね、40% アップしたりとかもしてるので、ちょっとね、今回購入させていただいた次第です。で、こちらの11インチの iPad Pro に関しましては、今レビューの後にですね、売却しに行こうかなと思うので、もうついにこの11インチの iPad Pro も卒業という形になります。はい、僕の、iPad Pro はですね、結構ね、昔のものになるので、カメラもですね、このように1個しかないようなモデルになってるので、まあそろそろね、買い替え時期かなというふうに思っていたので、まあいいでしょう。はい。で、私がね、今回ね、導入させていただいたものを早速ね、開けていきたいと思います。こちらがですね、新しい iPad Pro の 12.9 インチのモデルです。箱だけを見るとそこまで大きさを感じないんですが、やっぱりこうやって並べるとですね、画面サイズ結構違いますね。はい。で、今回僕が購入したモデルに関しては、12.9 インチの iPad Pro の 1TB の Y プラスセルラーモデルの第5世代のモデルになります。はい。で、色はですね、スペースグレーを購入させていただきました。で、こちらの商品の特徴としましては、カメラのセンターフレーム機能が面白いっていうところと、あと1万個以上の LED からなるね、リキッドレティナ XDR ディスプレイを、投入しているので、画質がとんでもなく綺麗なんですよ。で、あと、サンダーボルトで最大 40GBps の転送速度っていう形なので、いわゆるですね、Type-C とかで繋いだ時に、ものすごい速いスピードで、データのね、転送をしてくれるので、結構ね、編集の時とか役に立つようなモデルになっている次第です。はい、それじゃあ早速ね、ペロリンチョしていきましょう。開けていきましょうよ。いいですね、このラップが開きやすくなっているっていうところは。はい、こんな感じで開けちゃいます。ちょっと、はい、それじゃあ開けますよ。タラララー、出たー、板ですよ、板、大きい板。はい、でカメラも、2つで、ここセンサーになっているって形ですね。はい、でまあ付属品はいつもの通り、この充電タップと、まああとタイプ C のケーブルで、あとはこのようにマニュアルですよね。でアップルシールもこのように2枚ありました。アップルシール結構たまりますよね。皆さんどうされてますか？僕は、PC ケースとかに貼り付けたりとかしております。はい、じゃあ早速ね、設定をまず終わらせたいと思います。じゃあちょっと設定をやっていきます。アップルマーク来たー。こうやって見るとやっぱ全然大きさ違いますね。これだけ違うんで、かなりね、大きさは違いますよ。ほら。はい。じゃあちょっとさっくりとね、こちらに、設定をね、終わらしたいと思います。はい。今ちょっとね、設定中なので、今回ね、新たに、購入したもの、および今までも使っていた iPad 向けのグッズとかをですね、ご紹介できればな、というふうに思います。まずですね、今回、継続して使うものに関してはこちらですね。iPad Pencil の第2世代のものになります。で、iPad Pencil のケースに関しましては、これはまた使うかどうかちょっと今悩み中なのですが、モフトの、ケースを今一時的に使わさせていただいてます。で、
結構ね iPad って直感的にこう操作することが多くてですね、絵を描いたりとかメモを取ったりとかすることが結構多いんですよ。なので、キーボードよりも Apple Pencil があると結構便利になってくる次第です。絵を描かない人でもですね結構ね持っていて損はない、ガジェットの一つになっています。で、第一世代と第二世代どっちがいいのっていうと、僕はプロとか持っているのであれば第二世代の方をおすすめします。なんて言ってもこう充電がシームレスに行えるっていうところで、接着すればねもう充電が可能なんですよ。なので Apple Pencil の第一世代よりはこっちの方が僕的には使いやすいかなっていうふうに思いました。で、あとはですね、ちょっとね、今設定の時に使ってるんであれなんですけど、個人的にね一押しなのが Ugreen の 5-in-1 の USB ハブ、こちらをね結構この iPad Pro にはおすすめできるガジェットの一つかなと思っていまして、でこちら USB-C ポートをかける、HDMI ポートをかけるUSB 3.0 ポートがですね2個ついているって形で、結構ね使いやすい USB ハブの一つなんですよ。なのでこれは結構ねあってもいいかなと思います。しかもこれ RJ45 のイーサネットポートもついているので、サイズもコンパクトながらコスパのいい製品かなというふうに思っている次第です。はい。で、あとはもう一つ、今回ねケースとして新しくですねこちら、スリムフォリオプロというものを導入させていただきました。これ中古で購入させていただいた次第でして、こちらはですねロジクールから販売しているキーボードケースになっている次第です。純正より安くて、これ今中古で、8000ぐらいで売られてるんですよね。で、12.9 インチの 3rd and 4th generation 用のケースになっている形です。で、純正と違うのが、純正のマジックキーボードってあれ宙に浮く形だったじゃないですか。なので、絵を描くときにすっごい描きにくかったんですよ。なんですけどこれは寝かすことができるので結構使いやすいかなと思います。ただしこれはトラックパッドがないので、その分ですねマウスを動かすときはペンシル頼りかなっていうようなところです。で、あとはキーボードが若干ね打鍵感が、普通のマジックキーボードよりも厚いので、打ちやすいっていう風な形の、イメージです。で、デメリットとしては、もうこの箱の段階でもう分かってるんですけど、まあ重いですよね。はい。で、あとまあでかくなるんだろうなっていう想像がしてるので、そこがまあデメリットかなっていうような次第ですね。まあちょっとね一回そうは言ってもどんなものなのかっていうのを皆さん気になると思うので開けてみようと思うんですが、箱としてはこんな感じ。はい。まあ見た目はあのキーボードフォリオとあんま変わらないかなと思います。はい。まあロジクールさんが作ってるだけですよっていう形ですね。ここはプラスチックで、まあそうですねペコペコペコっとしているような感じです。はい。で、ここタイプ C の充電ポートがありまして、実際このキーボードは、マジックキーボードのように充電しなくても使えるっていうわけではないので、充電は必ず必要です。で、ここの部分が溝になっているので、まあ、ここで、ケースをね、このようにセットすれば、まあ、いいって形です。これね、自動的にここ、接続するとライトが光るっていうような形の仕様になってます。はい。で、まあ、寝かすときはね、このようにすれば、絵も描きやすいですしっていうところでは、多分僕は純正より使いやすいんじゃないかなっていうふうに思っています。はい。で、先ほど僕がペンの、ケースを使うのどうしようかなっていうふうに悩んでるっていうふうに言ったのは、で、このね、ケースはここにペンの刺す場所があるんですよ。なので、あれ使わなくてもいいんじゃないかなって僕の中では若干思っているっていうふうな次第ですね。そんな感じです。じゃあ、ちょっとつけれるかどうかだけ、やってみましょう。設定中なんですけど、まあ大丈夫かなっていうふうに思います。一応つけることは可能でした。厚みがね、やっぱちょっと若干違うっていうふうに、聞いていたので、どうなんだろうなというふうに思っていたんですが、とりあえず、今回の第5世代に関してもこのケースは使えそうです。はい。で、まあ、使ってみた感じとしては、こんな感じのイメージで、ノートパソコンに非常に近い形になっていますね。はい。で、アクセシビリティ、ポジションとしてもキーボードという形で、フルキーボードアクセスをオンにすれば、キーボードとしても使えます。はい。はい。で、打鍵感としては、まあ、結構そうですね。マジックキーボード量は厚みがあるので、打鍵感は非常に優れているかなというふうなイメージがしています。はい。で、キーのね、幅としても、まあ、マジックキーボードより若干広めなので、僕的には使いやすいかなって形がしていますね。ただ、若干そうですね、マジックキーボードよりも、プラスチック製なので、やはりこう、チープさっていうのは結構感じますね。はい。で、あと、ずっしり感が結構半端ないですね。はい。そこはちょっと、うんって感じがします。そうですね。
こうやって持っても、まあ、かなりこう、なんですか、四隅含めてですね、保護力は強いかなって形では、ケースとしてはいいんじゃないかなって形がしています。はい。で、絵の描きやすさってところもですね、これで絵を描くっていう形のイメージになるので、まあ、非常に、マジックキーボードよりは、使いやすいイメージがしていますね。見やすいですよ。はい。充電は、Apple Pencil に関しては、するときはこういう形にしないと、ちょっとさすがに難しいかなっていうところですね。純正とどっちがいいのかっていうところで言うと、純正のキーボードよりはこっちの方が価格も安いですし、まあ必要な機能をすべて揃っているっていうところでは、こっちの方でまあ問題はないのかなと形はしています。で、 12.9 インチに関しまして、一つ言えるとしたら、やっぱりですね、11インチよりも画面サイズが大きいので見やすいなっていうところはやっぱり感じました。はい、特にですね、このキーボードを触ってもそうなんですけど、非常にですね、使いやすいと思いますね。とりあえずこれで設定がすべて終わった形になります。こちらの iPad に関しましては、一応ですね、1TB モデルになってるので、8コアの GPU と、16GB の RAM を搭載しておりまして、さらにですね、8コア CPU を搭載した16コアの、ニューラルエンジンを積んでいる形です。で、今回初の M1 チップ搭載のものという形になってるんですけども、まあ、このね、性能っていうのがどれぐらいすごいのって皆さんわかんないですよね。で、まあ、CPU 性能で言うと、まあ、旧世代のこちらのね、11インチのものと比べると、まあ、50% ぐらいアップしてますよっていうところなんですよ。で、僕の場合これカメラが一眼のモデルになってるので、それに比べると多分 50% 以上はアップしてるかなっていうところです。で、グラフィック機能性能っていうところで言うと、まあ、40% 向上っていうところなんですが、まあ、画面見てもですね、こっちが、いわゆる XDR ディスプレイと全く同じディスプレイ使ってるっていうところで、こっちが普通のディスプレイなんですけど、まあ、比べても結構黒の表現がやっぱこっちの方が、すごいね、綺麗に出てるかなっていうようなイメージがしてます。はい。で、驚きなのが、この M1 搭載の iPad Pro って、ベンチマークっていうところで言うと、最新のインテル Core i7 の、11700K っていうやつを超えてるぐらいすごいんですよ。ってことは、これ、いわゆるですね、ゲーミング PC に近いスペックなんですよね。でも、それって、じゃあ皆さんね、一つ質問なんですけど、これをフルフルで活用することできますかっていうところなんですが、多分できないと思うんですよ。僕もできないと思っていて、っていうのが、で、iPad Pro はあくまでも iPad Pro なんですよ。いわゆるゲームをする用の PC とかではないので、フォートナイトも今 Apple ではできないっていうところでは、なかなかこの性能を全て使い切るっていうのは難しいんじゃないかなと思います。まあ、僕の場合編集とかもやるので、編集やるとしたらこれは結構強みにはなってくるかなっていうところですね。はい。で、まあこれだけのスペックなのに iPad Pro の稼働時間っていうところで言うと、最大10時間で、旧機種とあんまり変わってないんですよ。これはすごい驚きなんですよね。で、結構ベンチマークとして高くなってくれば来るほど、電池持ちって結構下がってくるのが普通でして、そこがいいバランスで、ちゃんとね、こう釣り合ってるっていうところではかなり評価点は高いかなっていうふうに思います。で、輝度っていうところなんですけど、こう輝度がですね、最大1602っていうところなんですよ。実はこのスペックって、Apple の高級ディスプレイですよ。瀬戸康史さんが使ってる、プロディスプレイ XDR、60万円のやつとほぼ同等のスペックなんですよね。で、こうやって見ると全然わかんないですけど、これ一つ一つに、この LED がブワーってこう並んでるんですよ。だから、その解像度が使えるっていうところでは、非常にですね、化け物みたいなスペックだっていうのがわかると思います。はい。で、旧世代と黒のね、色を見比べてほしいんですけど、黒を電気消すんで見比べてほしいんですけど、わかるかな？ちょっとね、こっちの方が滑らかな黒をしてるんですよ。こっちちょっと明るい黒してるんですよね。それが、まあ、この XDR ディスプレイの黒の強みっていうところなんですよ。これがま、僕的に色のコントラストの違いっていうところでは結構驚きですね。はい。で、まあ、その他で言うと、まあ、多分ね、写真動画系がすごい綺麗になっていると思うんですよね。で、例えば、4K のサンプル動画。例えばですね、この水中デモの 4K 動画を YouTube で、まあ、こういう風に見ようっていうところになった場合、こんなに綺麗なんですよ。か
かなり綺麗じゃないですか。もうほぼミスの中みたいな形で見えると思います。これが、まあ、やっぱ 4K の、実力ですよね。Pro XDR ディスプレイの実力です。はい。かなり綺麗ですね。はい。これがやっぱ今回の目玉機能かなっていうふうに思います。はい。あとは、インカメラの使用時の新機能として、センターフレーム機能っていうのがついていまして、これね、フェイスタイムの時に使える機能になっているらしいんです。今ね、この新 iPad と旧 iPad で、つなぎながらフェイスタイムしてるんですよ。で、こっち側が、新しい機能の、まあ、センターフレーム機能が入ってる方なんですけど、こうやってね、見えるかな？こうやった方がいいか。こう動いたら、なぜかね、こう、自動追尾してくれるんですよ、これ。こういう感じで。これが結構面白い機能ですよね。で、これは今のところフェイスタイムで使えるんですけど、例えばですね、こう Teams とかそういったところでも使えるかなっていうふうに思っています。はい。で、次の機能が、これサンダーボルトで最大 40Gbps の転送速度っていうところで、サンダーボルトっていうのは、まあ簡単に言うと USB-C を利用したデータの高速通信の規格なんですけど、まあいわゆるですね、ここに、Type-C の、ね、端子があるんで、これ充電端子なんですけど、ここに、SSD の Type-C モデルを挿せばですね、まあデータの高速通信を行えるっていうところです。で、さらにはそれだけじゃなくて、外部ディスプレイへ 6K フル解像度の映像も送ることが可能なので、まあこれを、主モニターとして、サブディスプレイにつなぐとか、そういった使い方もできるっていう意味では、本当に iPad が進化したなっていうふうに思います。はい、いかがだったでしょうか。使用してみて一番の感動はやっぱりこのディスプレイの綺麗さにございました。自分の家にあるどのディスプレイよりも一番綺麗なんじゃないかなと僕の中でも目で見てですね実感しまして、まあこれがねカメラでまあ本当に表現できてるかどうかっていうところでは僕は多分できてないと思うので、本当実際にこれを Apple Store とかで見てほしいなというふうに僕の中では思います。はい。で、まあ2人前のねリリース製品の Pro XDR なんですけど、やっぱこう瀬戸康史さんが普段からおっしゃられてるようにスペックとしては結構バケモン級のやっぱディスプレイではないかなと思います。あれはやっぱ 6K できるし、まあ 6K のような、まあいわゆる映像表現をしてくれるんですけど、本当ね綺麗だなっていう風に思った次第で、で加えてこれに M1 チップが搭載しているので、おそらく、これはですねタブレットの中では今出てるどのタブレットよりもおそらく一番最高級で、なおかつ最高のスペックではないかなっていう風に思いました。はい。でちょっと触ってみてメリットデメリット分かったんで、お伝えするとですね、まずメリットとしては、メリットは2つのことを同時にしやすいなと思いました。画面が広いので11インチよりもダブルワークは結構しやすいなっていう風に僕の中で思った次第です。あとは、まあ、シングルタスクにおいてもですね大画面の方がやっぱこう作業効率は上がりますよねっていうところで、僕はルナフュージョンで結構ね編集とかもやったりとかもするんですけど、ルナフュージョンでこれぐらいの、作業ワークスペースあれば、おそらくですねある程度の作業は全て完結できるかなっていう風に思った次第です。あとはまあこうキーボードフォリオの、使いやすさっていうところで言うと、キーボードフォリオも結構使いやすいなって僕の中で思いました。やっぱりこう折りたたみができる機構があるっていうのはマジックキーボードよりもはるかに優れていると思います。マジックキーボードは、あれ確かにキーボードの中では斬新なデザインは取っているんですが、折りたたみができない分やっぱりこう使いにくいなっていうところがありました。なので、やっぱりこっちの方がコストの3分の1で抑えられてるし、使用のしやすさっていうところでは勝ってるかなっていうふうに思います。はい。で、続いてデメリットなんですけど、やっぱりこう持ち運びはもうちょっとね、12.91 に関しましては我慢するしかないかなと思います。どうしても持ち運びたいよっていう人はもちろんしてもらっても構わないんですが、やっぱりこう機動性っていうところでも重いし、長時間持つのも辛いし、やっぱこう電車内でこう作業するにおいてはちょっとデカすぎるかなっていうところはあります。あとは周辺機器選びっていうところがやっぱこう苦労してくるんじゃないかなと思っていて、僕もこれ、12.9 インチのスリムフォリオプロ買ったんですけど、やっぱりですね、こう12.9 インチの周辺機器っていうのは本当少ないです。マジで。11インチの方が圧倒的に多いです。多分それはユーザー数の違いなのかなっていうところもあるんですが、今後ここに関しては、おそらく僕たち 12.9 インチを使ってるモデルの人は苦労するんじゃないかなっていうふうに思いました。で、こちらこんな人におすすめだよっていうところで言うと、まあ、機動性全体的なバランスの良さを重視するという人には圧倒的におすすめできません。むしろ大画面をフル活用した、ノート PC のように使いたいっていう人は、
おそらくこれが、おすすめできる人かなっていうふうに思った次第です。それでは、今回は、ちょっと遅いんですが、12.9 インチの、iPad Pro をご紹介させていただきました。これでね、外で編集とかもしやすいのかなっていうふうに思ったので、ちょっとやってみたいかなと思います。はい、旅先とかにね、これ持って行ってジャンプとか読むのも結構いいと思うので、まあいろんな使い方するにおいては iPad はやっぱ無限の、可能性がある魔法の板ですよね。はい、ぜひ皆さんも、僕の概要欄からですね、これら買えるようにしておきますので、ぜひそちらから購入してください。それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃあのー。